ソフトバンクのダーウィンゾン・ヘルナンデス投手は26試合に登板して3勝0敗防御率1.38という安定感を見せている中でも突出しているのが脱三振率26回を投げて47脱三振で脱三振率は16.27だが7月では驚異の23.40難攻不落の左腕が夏場に入ってさらに無双 の予想を呈している来日2年目で本領を発揮した昨年はシーズン途中に加入しわずか1試合の登板で1イニングを投げきれずに失点を喫した今季は開幕前に離脱も4月に昇格すると12試合連続無失点現在も10試合無失点を続けている衝撃なのは登板前26試合で三振を奪っていることだろう シーズンが進むごとに威力を増すベネズエラ出身の27歳左腕は、7月は5試合で無失点、5イニングを投げて13三振を奪い、脱三振率23.40を誇る。16日のロッテ戦は1イニング全13球直球を投じ、3者連続三振に封じた。これにはファンも、あまりにも化けモン困難、どうやって打つのよ、エグすぎだろ。 完全に覚醒してる。えげつないピッチングする、球の勢いがすげえよ、パ・リーグの中継ぎの中で5つがえグいんじゃない、減速でコントロールも良くて球も速いとかエグすぎ、と驚きを隠せなかった。